119期のルーキー金田龍馬と加藤の拓磨が決勝で顔を合わせるのはこれが3回目。過去2回は共に金田が優勝していますが、加藤のはここでやり返せるでしょうか。同期金田と連勝同士でぶつかりますけれども、特別賞班への足がかりを築くかというこの決勝であります。加藤の後ろは2人合わせて105歳のベテラン、7番福島相良克己と6番北海道の三谷幸弘が続きました。2番7番6番北日本勢は後ろ攻めです。2対2対3の3分戦。第10レースチャレンジ決勝は2コーナーからバックストレッチ。さあここから2番の加藤野が上がっていって、一気に1番の金田を抑えていきます。金田は車を引いていく。加藤野が前と変わりました。4コーナーからホームストレッチ。そして今度は後ろから4番の相川上昇して、赤番で4番の相川が前に出ました。3番の小川2番手、埼玉コンビが出た後ろが2番の加藤の拓磨で、1番の金田龍馬はこれで6番手となって、一本棒バックストレッチ打賞が入ります。さあ相川匠の赤番先行となっていきました。3番の小川2番手の位置、車間が空いた3番手が2番の加藤の拓磨で、1番の金田動かず6番手、残りは1周です。相川匠が逃げていく。マークは3番小川辰徳、埼玉勢が主導権握って3番手2番の加藤の拓磨、そして後方6番手から1番金田がまくっていく。2コーナーからバックストレッチ、先まくりは2番の加藤の拓磨、その後ろ1番の金田龍馬が続いている。2センターから4コーナー、加藤の先頭に変わった、加藤の先頭に変わりましたが、外から金田、外から金田、金田か加藤のか、金田龍馬だ。1番2番の順、金田選手優勝おめでとうございます。ありがとうございます、はい、では金川さん、どうぞインタビューお願いします。はい、はい、3連勝おめでとうございました。はい、ありがとうございます。率直に今の気持ち、同期の加藤の選手に勝った気持ち、いかがでしょう。ああ、もう素直に嬉しいです。今日のレースいかがでしたか。2センターぐらい壮絶なこう、うん、もう空き合いというか、最終2センターですけれどもね、はい、そういう感じでしたか。そうですね、まあ、本当は突っ張って、うん、でそれで間間みたいな感じで入れたらと思ってたんですけども、うん、全部生かしちゃって結局5点になっちゃったんで、はい、そこはちょっと上田さんにも申し訳ないことをしてしまったなと思います。やはりこう最終的に後方になってしまいましたよね。はい、そこの辺がまだ課題ですか。まあ、最低中段を回りながら仕掛ける。そうですね、そこがやっぱ一番理想的なんですけども、うん、でも自分のレース経験上毎回その5点になっちゃうんで、うん、まあ、改善していかなきゃなと思うんですけど、うん、怪我の具合とかはこう回復している途中なんですか。もうほぼ100に近い形ですか。まあ、割と100に近いかなと思います。ウエイトとかは全然できないんで、うん、まあ、ワットバイクとかでちょっと師匠に教えてもらったメニュー、まあ、今後やっていこうかなって感じです。師匠内藤選手ですよね。はい、きっと喜んでいますね。いや、そうですかね、まあ、レース内容がちょっとなんて言われるか分からないですけど。はい、また厳しいお言葉あります。3連勝してもありますか。まあ、一応上田さんはなんとか3着に入ってたんで、うん、まあ、ちょっと会ってみないと分かんないです、はい、上田選手も頑張ってましたよ、3着。ここで言わせていただいたんですけれどもね、はい、119期に次いで3着ですから、はい、優勝に等しい3着ですねというコメントしたんですけれども、はい、上田選手も頑張ってましたしね、良かったと思います。はい、次も頑張ってくださいね、優勝できるように。はい、確信とか意識します。はい、特別賞班とか意識しますか。あ、やっぱりそこは意識してます、かなり。はい、次も3連勝できるように頑張ってください。はい、ありがとうございます、頑張ります。金田龍馬選手でした、おめでとうございました。ありがとうございました。